ルア・ウィルフリード、セルジュコフフィは、コートジボワールの陸上競技選手。専門は短距離走。自己ベストは100メートルが、元コートジボワール記録の10秒01、200メートルが、コートジボワール記録の20秒25。2015年公衆ユニバーシアード男子200メートルの金メダリストである。シニアの世界大会では、結果を残せていないものの、アフリカの大会では、 アフリカ競技大会とアフリカ選手権を通じて4個の金メダルを獲得している。7月、火山で開催されたユニバーシアードの100メートル決勝で10秒21の自己ベストをマークし、アナソ・ジョボドアナ、山形・リョタに次いで同メダルを獲得した。なお、2位から4位までが同タイムという接戦だった。8月、モスクワで開催された世界選手権の100メートルに出場して、 シニアの世界大会デビューを果たすも、予選で10秒40の組6着に終わり、準決勝には進めなかった。8月、マラケシュで開催されたアフリカ選手権の100メートル決勝で10秒05のコートジボアール記録を樹立し、マーク・ジルクスにセリカチキンメダルを獲得した。200でも準決勝で20秒32の、 コートジボワール記録を樹立すると、決勝では準決勝の記録を塗り替える20秒25をマークし、アイザック・マクアラやカルビン・ヌカナタを破り金メダルを獲得した。これによりコフィは、アフリカ選手権の100メートルと200メートルの2冠を達成した、史上5人目の男子選手となった。7月、杭州で開催されたユニバーシアードの200メートル決勝を20秒41で制し、 この種目では、コートジボワール勢初の金メダルを獲得した。8月、北京で開催された、世界選手権2に2大会連続の出場を果たすも、100メートルは予選で10秒29の組5着に終わり、2大会連続で予選敗退。初出場の200メートルは20秒39の組4着に終わり、着順で準決勝に進出できた組3着とは0。 秒例に差で敗退した。9月、ブラザビルで開催されたアフリカ競技大会に出場すると、100メートルこそ、ベンユス不明手、オゴーケネーグーエロに次ぐ10秒23で、銅メダルに終わったが、アンカーを務めた400メートルリレーでは38秒93をマークしての金メダル獲得に貢献。200メートルも20秒42で制して2巻を、達成した。 4月9日、天日で開催された大会の100メートルで10秒01のコートジボワール記録を樹立した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。備考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。